どうも毎日今日はですねあの楽器のスキルを高めるより楽しさスキルを高めようということでちょっとねこれはあのいつものような,なんか本とかのなんかいいおすすめ情報とかをあのここで紹介するとかいう感じじゃなくてちょっとたまにはねあの自分のチャンネルなんで自分の こう,こういうのがいいんじゃないかっていうね考えとかもね発信するのはいいかなと思いまして今日はそういうよういいいいよな情報を発信していきたいと思います簡単に言うと楽しみスキルって何かっていうと、あのー、コミュニケーションと表現と学ぶ知るということと健康であるっていうことの4つを、あのー、しっかりとやることが楽しさスキルを高いという状態であるというふうに僕は結構定義しててそれをね今日はちょっと お話ししていきたいと思いますそして今日のコーヒーはなんとコンビニコーヒーでございますあのもうないんですけどもうねあの飲んじゃったんですよねもうコンビニコーヒーコンビニコーヒーどころかいつもコーヒーも飲んじゃいましたというわけでおすすめコーヒーある人はぜひぜひこちらまで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 っていうかねあのコメント欄までお願いしますというわけで早速やっていきたいと思いますで。 えっと、よくあの楽しさっていうことでなんか一言でまとめてなんか表現することって多いんですけどなんかまあ楽しかったらいいんじゃないとか、うん、楽しければいいよねみたいな感じの一言でまとめられることが多いんですけどぐっちゃその楽しさってなんだろうなという感じで僕は複合概念だと思っててそれでさっきの4つが含まれるんじゃないかなっていうふうに僕はそういうふうに定義づけて僕はここの8つをややろううとということでやってますでこのチャンネルもねジャズの最高の楽しみ方を追求するチャンネルなので。 あのその。 ジャズを最高に楽しむ方法でもこの4つをしっかりやることによってジャズを最高に楽しむことができるなということであのこの4つを僕はえ実際に体現していきたいなとっていうかやっているんですけどでこれ別にジャズだけじゃなくてあのいろんななこととにあの使えるなと何かを最高に楽しむ方法だったらこの4つをしっかりすることが楽しんでる状態なんじゃないかなとでこれらをしっかり1個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 精度を上げていくことがあの楽しさスキルを高める。でこれから大事な生き方のスキル スキルの一つなんじゃないかなって僕はあの提案したいと思っております。でちょっと具体的に詳しく見ていたいんですけどあのまず1個学ぶ知るですよね。で学ぶ知るっていうのはあの単純にあの楽器を学ぶとか勉強するとかあの知的好奇心を満たすっていう感じもあるんですけど単純にその例えばが,が音楽を聴くとか。 あの映画を見るとかそういうのもあの一つかなと思ってます。あの何かを楽しもうとするとあの何かしないといけないので全然あの見たり聞いたりするだけでも結構僕はいいと思ってそれも楽しさのうちの一つなのだと思ってるんででこれらも一要素であると僕は考えております。そしてもうあのもう一個次は二個目は表現だと思ってるんですよね。で表現っていうのは例えば学んだことの中で何かをあのアートみたいに独自の作曲とかをしてオリジナル曲を出すっていうのも表現です。 別に例えばブログとかを書いて自分の日常を発信したりとか自分の好きな、あのー、例えば食べ物とか、まあ、アーティストでもいいんですけど音楽とかでもいいんですけどそういうのをあのブログとかで書いて発信するとかでも全然いいと思うんですよね。それも一つの表現であるなと思っててでこういう表現をするっていうことも楽しさっていうことの要素の一要素ではあるなと僕は思っててこれも表現が、あのー、大事ということで。で3つ目はです、ね、コミュニケーションでこれがね すごく大事だと思っててあの学んで自分で何かを作って発信したものを通して、あのー、コミュニケーションとして人とつながると。 いうことがすごくあの楽しさのの要素の結構大きなな部分を占めるんじゃないかなという感じで思っておりますでこのコミュニケーションっていうのは別に、あのー、誰かと喋るってだけじゃなくて例えばコミュニティに、ね、そに例えば音楽好きコミュニティに属してたりとかなんだろう合唱グループみたいなのに参加してたりとかでも結構いいと思うんですよ。そういうように何かのグループに属してたりとかあるいはそれを通してなんか仲間がいてその人とコミュニケーションをとるようなことをすること自体がすごく楽しさの一要素じゃないかなと思っております。であのー 多くの人と一緒に何かをするっていうのってあの幸福度の実験とかでも結構実証されてますよね。あの一人でで絵を描くよりあの合唱とかであのみんなとプロジェクトをやったがが幸福度が高かったったていうようよな実験データとかあったたりしますよねみたいな感じで結構ねあのコミュニケーションを取る、えー、とその中でもなんかみんなとっていうのは結構大事な要素なんじゃないかなって僕は思ってますでこのコミュニケーションはすごく大事なと。で4つ目なんですけどこの健康ですよね。で健康であるっていうのはやっぱ全ての基本かなと思ってます。 であのやっぱり何かをやりたい気持ちとかってあのメンタルとか体の状態健康の状態にやっぱ多少さえされると思うんですよね。まあ、もし体がんかね例えば病気治らない病気とかでそういう健康がなかなか叶わない人はちょっと別なんですけどあの特に問題もなくてなんかだらっとしてるぐらいだったらしっかりとあの健康あのい,い,いい運動をして食事をしっかり整えてでメンタルをゃあのきちんと保ってあげた方がより学びとかコミュニケーションとかあの表現っていうものをしっかりやろうっていう気持ちになっていくと。 そういうことができると思うんで健康はとても大事だと思うんですよね全ての,あの基本かなと思っておりますんでこの4つを全部、あのー、しっかり、あのー、それぞれ高めてやってるっていうことが楽しさスキルにつながっていくのかなということで僕は思ってるんですけどこの4つ以外にこの4つに全部共通するもう1個のことがあってそれがメタ認知だと思ってるんですよね僕は。 でこれらの4つのことをただ漠然とするだけだと楽しさスキルを高めてる人にはならないと思っててメタ認知をきっちりしていうのは客観的に自分を見ることを簡単に言うとまあ俯瞰的に自分を見ることなんですけどなんでこれが大事かっていうとあの人間ってあのか例えば なあの例えば今日どっか会社から歩いて駅まで歩いてきたっていう中でいろんな人とすれ違ってるんですけど全然いろんな人とすれ違ってるのに顔は覚えてなかったりしますよねみたいなことであの覚えようと思ったら覚えれるのにいろんな情報を目で見てるはずなのにあの情報をきちんとあのー いらないものは覚えてなかったり、必要なものを覚えてたりしますよね。みたいな感じで逆に言うと意識的に覚えようとしなかったら、あの情報って自分の中に書き込まれないんですよね。で、そういう風うになっているので、あのここで大切なのが。 他人のの情情報報とか外部の情報って意識的に一生懸命利用するんだけど自分のこととっって意外と言れなかったりしますよね自分はどんなことに楽しさを感じてどんなものにやる気を出したりするのかどういう状況になったら僕は楽しいっていう気持ちがなんか湧き上がってきてどんなものに感動するんだろうかってことって意外とあのそのなんか映画を見てその時瞬間はそう思うかもしれないけど自分でしっかりとそれを刻み込んでるかって言ったら、まあ、刻み込んでないんじゃないかなっていうことは結構多いですよね。 多いなっって僕はあの以前に思ったんですよねそれでメタ認知をかけていってあ僕はこういうものが好きなんだなああいうものが好きなんだなって分かっていくことによってそれを実際の行動に移せることによって幸福度が増していくってことがあったのでこのメタ認知ってすごく大事だなっってて結構思ってますなのであのこのメタ認知をして自分を客観的に見ることによって自分ってどういう人間どんな感じ方をするんだろうとかどんなものを好きだと思うんだろうとかどんな行動をするんだろうっていうのをあの行動どんな行動を 動するるに自分はどんんな感情の動きをして,るしてるんだとかすっごい細かいことから全部メタ認知をかけたあで客観的に見て自分はこういう人間なんだなって逆に自分の中に意識的にあの記憶に刻み込んであげることによってそれらを意識的にできるようになるとこの4つをす意識的にできるようになるとどんな,どんな学び何を学ぶと好きなのかなとかどんなことを知ると好きなのかなとかどんな表現方法が私は好きなのかなとかどんなあのコミュニケーションを取るとる時はどん,なのどんなやり方が好きなのかなとか。 とかオンラインが好きなっていう人もいれば直接会って話す人もいるし大勢と集まって好きな人もいれば一対一の方が好きな人もいるといろんな人いますよねみたいな感じでメタ認知をかけてあげてそれらをしっかりしっかり自分の行動に落とし込んであげてそういったあのそれぞれの,あの楽しさのえ学ぶ表現コミュニケーション健康をやってるっていう人が楽しさスキルが高い人っていうふうに僕は思っててこれから大事な あの人生を楽しく生きるための楽しくって言っちゃいましたけど、楽しく生きるための必要なスキルの1つになっていくんじゃないかなと思っております。なので、このメタ認知っていうのをすごくこの4つにかけてあげて、この4つを楽しむっていうことを意識的にできてる人が楽しいと思うので、僕はこういうことをあのこのチャンネルとかでも発信してえっと言っております。学ぶ学びは結構あのジャズレッスン動画とか。 ジャズレッスン動画とか学習法に関することとかをあの紹介したりとかあの投稿したりとかしまして表現なんかは僕はねあのなんか和風ジャズって自分で独自のアート表現を作っててそれであのなだるまの旅とかって出したりしてるんですけどあとはコミュニケーションとか毎日6時半からあの僕は配信をしてるんですよあの練習配信しててその時にコミュニケーションを取ったりとか今こういう時,時代っていうか時期ですからねっていうふうに繋がり合ったりしてるしあと健康に関してはねその時に配信中にあの僕あの栄養をね実は計算して しながらあの実は食事作ってるんですよそういういのたまにねあの栄養計算表とか言って,言ってそれを全部出して今日カロリー足りないなとかさマンガンが足りないなとか言ってるんですけどまあそういうことで言,言ったりしてます。でもこれもコミュニケーションのきっかけになるんですよねみたいな感じで一応ね僕はねやっぱこうだなと思っててこれをあの自分の中であの行動を起こしながらあいやこれいいなと思ったのでぜひあのこれもいいんじゃないかなと思っていつも,よいつもなんかエビデンス重視とか効果が実証されたものを紹介してるんですけどこれは僕はそうかなと思って。 考考え方なななのので何かか参考になればいいいと思いますジャズを最高に楽しむ方法僕はこの4つかなとこれらに落とし込んでやっていくのがいいジャズを最高に楽しむ方法かなと思ってます別にジャズを楽しむ方法って言っても必ず楽器を学んでアドリブソロを弾かなきゃいけないかっていうわけではなくてなんか別にねあのなんかこう。 あの黒人さんの歴史を知るとかそれによってアメリカの歴史を知ったりとかあの大航海時代のことを知ってヨーロッパの歴史を知るみたいな世界史を知っってていいいいく風に流れつながででもいいし興味はつきないですよねそういう風に何か自分が好きだなまだこれを学びたいなって一個のものからいろんなものを学ぶことができるので最高に楽しむ方法をしっかりやっていけば全てのジャンルの物事を学んでいけるんじゃないかなと思うので楽し,む楽しめていけるんじゃないかなと思うので是非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 参考になれば幸いでございます。 というわけでまた言いますけど、えっと、おすすめのコンビニコーヒーはこちらまでということで金子のジャズレッスンじゃないですけど珍しく、えー、自分の、えー、こういうのがいいんじゃないか話でした。話でした <laughs> 噛みましたね、はい、というわけでバイバイ